皆さん、こんにちは。クラフティーチェリーの遠藤よしこです。今日はスタンピンリワードについて少し解説をしたいと思います。新しいカタログの140ページを見ていただくと、スタンピンリワードについて詳しく書かれていますが、そこに書いてある表をこちらに転記しています。このパーセンテージを見てもいまいちピンとこないかもしれないので、 今日は、はこれに具体的な数字を当てはめてめ考えたいいと思います。左側が旧スタンピンアップのスタンピンリワード右側が新しいスタンピンリワードですもともと1万5000円お買い物をすると1500円のリワードがついてきていましたが新しいシステムでは 2万円以上買わないとスタンピングリワードの対象にはなりませんこれに具体的な数字をちょっと当てはめてみました例えば3万円お買い物をした場合スタンピングリワードは10%となります3万円の10%なので3000円のリワードがつくということになります 以前は3万円お買い物をすると3,500円リワードが戻ってきたんですが新しいシステムだと500円ちょっと少ない状態になってしまいます3万5千円お買い物をすると3,500円のリワードがつくという計算になります例えば4万円お買い物をすると12%のリワードがつきますので 円のリワードがつきます6万円だと8400円プラス50%オフの製品が1つつきます。8万円だと1万2800円プラス50%オフの製品が1つつきます。以前は8万円購入しても3500円3万円購入しても3500円。 リワード金額は変わりませんでしたが新しいシステムではご購入金額が高くなればなるほどパーセンテージで計算されますのでリワード金額が大きくなるというシステムになっていますまた2万円以上ご購入されるとこのリワードの対象となるわけですが カタログの142ページから143ページを見ていただくと、そこに3種類のスタンプセットが載っています。アートフリーフォールデッド、シーズンドウィズカインドネス、ハンドデリバード、これらのスタンプセットは、そ,その他の製品で2万円以上ご購入されて、スタンピングリワードの対象となっている方のみが割引価格で購入できる、 スタンプセットになっていますなのでこれらのスタンプセットが欲しいなと思われる場合は2万円以上その他にお買い物をする必要があります今回は数字ばかりの解説になってしまいましたが少しこれで頭が整理されてお買い物をしやすくなってくれるといいなと思っておりますもし何かわからないことなどありましたら お気軽にお問い合わせください。